ジェームス・デビッド・リグルマンは、アメリカ合衆国ニュージャージー・シューバー・リントン軍フホートディックス出身の元プロ野球選手、監督、ウトウミギウチ。1974年の MLB ドラフト40目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。1976年のシーズン中に、セントルイス・カージナルスへ移籍した。しかし、メジャー昇格は果たせないまま1981年。 限りで現役を引退した。1983年にカージナルスの A 級監督となり、指導者としてのキャリアをスタートさせた。その後、カージナルスの AA 級、サンフランシスコジャイアンツの AA 級、サンディエゴ・パドレスのトリプル A 級で監督経験を積んだ。1992年のシーズン終盤に解任されたグレッグ・リドック前監督に代わって、 パドレスの監督に就任する。1994年までパドレスを指揮し、1995年からはシカゴカブスの監督に就任した。カブスでは5シーズン指揮を取り、1998年にはワイルドカードでのプレーオフ進出を果たし、ナショナルリーグの最優秀監督賞の投票で3位に入った。翌1999年は蓄細会に終わり、監督の座から退いた。 翌2000年は、クリーブランド・インディアンスのチャーリー・マニエル監督の下で三類コーチ。2001年から2004年までは、ドジャースのジム・トレーシー監督の下で、ベンチコーチを務めた。2008年は、シアトル・マリナーズのベンチコーチに就任し、4年ぶりに現場復帰を果たした。6月19日に、ジョン・マクラーレン監督が解任されてからは、代わりに監督を務めた。 シーズン終了後、ワシントン・ナショナルズのベンチコーチに就任した。2009年7月12日に、成績不振でマニー・アクタ監督が解任されると、監督に昇格した。新たなベンチコーチには、マリナーズ時代の上司であるマクラーレンを招聘した。2011年6月23日、突如辞任を表明。 翌年の契約オプションに関する話し合いを球団側が拒んだことが原因だと語った。その後、ジャイアンツの特命スカウトに就任した。2012年は、シンシナティレッツ参加の AA 級ペンサコーラ、ブルーワフーズの監督に就任し、20年ぶりにマイナーリーグで再配を振るった。2015年シーズンより、レッツの三塁コーチを務める。2018年4月19日に、 ブライアン・プライス監督の解任に伴って監督代行に就任しシーズン終了まで務めた。2019年はニューヨーク・メッツのベンチコーチに就任したが1年限りで退団した。ありがとうございます。